ランツーリスモ7単体検索来ました。さてフューエル耐久レースなんで重要なんです。これねエンジンスワップしてきたんです。追加された BMW の E36 なんですから、はい、あれねエンジンスワップしたら1000馬力になるんです。いきなりです、うん、たらねこれねこれで見えるか、うん、この一周ぐらいしか持たないんです、ね、そうなんです。これビビったんですまず、はい、だからねこれが何に乗り換えた乗せ替えたかっていうと BRZ ドリフトカーっていうやつのエンジンを今積んでるんです。1000馬力あります、うん、これでやろうと思ったんです。ここ直線が長いから、はい、でもこれでは向かないっていうことをまずお伝えしておきます。どんなコースでもこれは良くないですね。燃費が著しく悪いです。しかしこのスピードは魅力的ですね。直線やばいですよ。ほら360余裕で400キロ目指せますね。さすがに減速しますけどっていう感じです、はい、もうほら1になった表示が 1.2 にはって感じです。検証に向かないってこと、うん、そうですね。検証した結果もそんなでした。あとはこんな感じでね、滑るんです。足回りはこの素の状態です。足回りも強化する必要がありますね、ということをお伝えします。 BRZ のやつに乗せ替えるようなやつは何を選んでもこんなでしょうね。きついでしょ、ドリフト用、うん、でしょうね、うん、よっぽど軽くないとちょっと実用には厳しいです。馬力すごいんですけど ね耐えないよということでエンジンスワップしてないやつでちょっとこれをやってみましょう。改めまして追加されたばかりの BMWE36 の M3 で3台僅差に出てきましたね。グランツーリスモに追加されたばかりです。今年の7月後半に、はい、早くもエンジンスワップに対応してね気になったってやってみたんですが、エンジンスワップはどうやらこのレースで扱うにはレギュレーションがあるとうまくはまらないことが多いですね。これが素の状態でほぼフルチューンをしてきたものです。このレースに適してるっぽかったんですよ。まだ完走はしてないんですけど、検証はフルチューンするだけで DP700 になりました。 DP ってグランツーリスモに設定されてる独自の値なんですけど、車の戦闘力ですね。出てるレースが WTC700 と、その PP が700以内じゃないと出れないんです。全部パーツを買い足していくだけで簡単に700付近になる、適した値になるって言っていいものです、うん、で、これで分かってもらえると思うんです。ここのね、燃料が出てるんです。あとどんだけ持つかっていうか、はい、2.6 って書いてあります、うん、これがさっきはね、えらく持たなかったっていうのがね、言いたかったんですね。1周しか持たない。そうこれだと2周は走れそう、うん、まだいいですね。だいぶいいでしょうね。15とにピットはちょっとね、あれですね。いや、別に勝てりゃいいんですけど、ちょっとそれでも結構待ち時間っていうかね、うん、うん、まあ待ち時間あかもしれません。こっちのやる方としては、うん、足回りをもうちょっと固めたらもしかしたら勝てるかもしれなかったですけど、ちょっと怪しいなぐらいの感じでしたね。こっちの方が良さそうですね、うん、十分早いしね、うん、2周持てばね、大丈夫でしょう。今4位につけています。めちゃくちゃ早いです、うん、楽勝でしょって。そうですね、うん、難易度もね、あ、そうだ、イージーにしてきてしまいました。確実に勝ちたいですからね。そうですね、難易度変えても賞金には影響ないので、皆様もあれ、お金だけまず欲しいなっていう方は、なんでしょうね、難易度はワールドマップとかね、走ってない時に変えられます。左上からオプションに行けます。そうですね、そこから変えられます。もう1位です。これ楽勝だなっていうことなんで、こういうレースカーとか楽々勝てちゃうんですね。レーシングミディアムできましたけど、詳しいセッティングは後で言うとしてですね、はい、このレースイベント独自のあれ留意事項がありましてね、これねランダム性がありまして、強いランダム性が、はい、雨が降ることがあるんですね、うん、これが雨雲レーダーです。方向機左右で切り替えられるんですけど、中盤に雨が降る確率が半々ってことです。
降らない時もあるんですか。めったに降らないというんじゃなくて、本当に半々って感じですね。あとはですね、これが今プレイステーション VR という周辺機器を使用して走ってる画面なんですけどね、はい、VR つけてない時はこうもう、ね、燃料がね残り1周切りそうだったらそろそろ給油してくださいってこう1周回り切りそうなんですけど、そろそろ出るわけです。これで VR つけとる時は見ましょう、2周持ちました。あと雨、雨は自分で見てるしかないですね、どっちにしても、はい、VR してるときは燃料に要注意ですっていうのはまあどっちにしろ見とった方がいいですね。まあそうですね、救援に、そうそう、著しくあの千馬力で走るときは一周ちょいしか持たんじゃないかって言ったらもう燃料こうねこうするんです。これ方向キーでいけます、うん、左右で何をいじるか変えてやる感じです。こうすると燃料が持つになるんですね、パワーが抑えられるんです。これも意外と初心者さんとか知らない人いるかもしれないですね。ミッションって初めて教えられるんです。ミッション別にやらなくてもストーリー進められたけど、だっけ、ストーリー進められました ね、1個だけやってきてくれって言われるんですけど、それ以外は全部やる必要ない。知らん人もいるかもしれません。この燃料調達もう典型的な現代っ子ゲームですからね、現代的なゲームです。現代っ子ゲームって意味わかんないもうね、なんちゅう、デジタルマニュアル、オンライン上にある、あ、説明書とかないですね。そうそう、デジタルマニュアルで確認する必要があります。なんでしょうね、もうグランツーリスモのメインメニュー画面から説明書見れる、そこには書いてあるんですよね。まあ、いないよね、普通ね、みんなやっぱどうですかどうですか、私、ああいうの読むの嫌いじゃないんでね、見てたりするんですけど、説明書とか読まずにやるんじゃないですか、皆さん。やっぱそうだろうなって感じです、留意事項ってなっちゃったら、もうしばらく、ほら、これがね、雨雲がね、うん、右上から来てるって感じですね。右上から左にこう来てる。水色ぐらいだったら、ちょっと小雨とかなんですけど、濃い青とか黄色になるとやばいです、うん、これは雨雲にぶつかって雨に降られるパターンかもしれません。じゃあ、なると雨用のタイヤは買っといた方がいいですね。次の週あたりで、もうこの週でピットインした方がいいでしょう。燃料もそろそろですね。ですね。黄色もあります。燃料はまだ持つな。半分ですね。雨雲の中に、ね、黄色もある感じですね。タイヤは履き替えますか？どうなんでしょう。黄色にぶつかりそうなんで履き替えて出てた方が良さそうですね。インターテープとウェットどうします？ウェットで、おー、早めに変えるんですね。安全重視ですね。確かに、なんかコースの中ほどで振られて、うん、まともに走れんとかありますからね。賭けで、あれ雨降るとどんだけ大変かっていうのを久しぶりに見てもらえます。あれ面白いですね。てんやわんこれ F1、そうそう、よくならば、ね、とか結構いけたりするんですか、うん、微妙なとこですね。かなり降るか降らないか極端ですけど、水 水色を抜けることはないでしょう。なんか間をちょうど通ったら収めかもしれないです、うん、いや、降る、ね、真東に行ってるぐらいですね。これ降りますね。会えるか、どうします、てんやわんやするか。あと行って、晴れの状態でネットタイヤもかなり減るんですよ。あ、燃料もこれいるわな。もう持たそうと思ったらもう一周持つって入れた方がいいですね、次ね。まあどうします、たまには雨降られてみよっか、レーシングタイヤで。じゃあどうなると、燃料も、燃料も持たせる、もう一周持たせる、ピリもしそうですね。ですね、ちょっと振り出してきた、もう気のせいかワイパー、ワイワイパー手動でした、ね、無料系あれか、タイヤの隣にあります、ね、あ、ちょっと、うん、ちょっと来ました。あ、結構降ってますね。燃料今まだピットやるといいのか、いい、行ってみよう。だってこれレースも独走じゃん。そうですね、まあ大丈夫です、うん、普通ならここで入れるんだろうね、うん、スピンしてもあれ敵車が追いついてきて画面面白くなるし、スピン
しなくてもね、あの大変そうな動きにはなると思うんです。面白い映像みたいな、はい、このまま行くみたいな。これさっきね、もう燃料が1しかないでしょ。これってもう危険ですね。あれ通常の UI だったら、通常の画面表示だったらもうそろそろ入ってくださいよって促してくれるんです。でも全然促してくれませんから、ね、ません。気をつけてください。雨あんま降らない。あれ、そっか、こんぐらいだったらギリ、うん、あ、でも結構ゲージが1溜まってきた感じですね。ですね。あ、ちょっと降り出した。イヤホンしてるからよくわかる。あーあー、うん、これね、もう雨雲を動きながらこの雨の内容も変わるんですよ。そっかそっか、形も変わるんです。だいぶ増やした、だいぶ結構です。さて、あ、これやばい。レーシングタイヤ、あのスリックタイヤと言って溝がないんです、全然。だから溝を排出しませんので、全然効かなかったりするやばいですみたいです。もう急にこのあれが出ましたね。あー、やばいね。赤いしましま、赤いしましまめっちゃ長い、うん、これがあのこうブレーキを踏んでたらこうっていう音がしてたんです。あれだとやばいですね。逆にブレーキ踏みすぎて、そうですね、感じですね。 TCS も入れずに行ってみようかもう危険です滑ったら入れます。滑ったら入れます。まだ大丈夫ですね、意外と。じゃあ、なんだろう、ゲージ2つ目超えたらやばいってことですか。いやー、割ともうやばい。やばいけど、すごい頑張って慎重にやってる、うん、そうそう、あの、車が速すぎないのがいい。あー、意外と大丈夫ですね。あー、やばい。あー、怖い。あー、あーこの辺からもう地獄ですね。これで追いついてくるかっていう話です。でも大丈夫そうだよね。だな、どっちにしろ良すぎたか難易度上げてこなきゃあれでしたから、こう相手はレースカーです。だからレースカーですけど、ここなんだか速くないんですよ。一番すごい楽です。安定して金策できます。時間も時間はかかってしまいますけどね、うん、それも安定値は安定です。あ、ここに18分って書いてあるんです、うん、あれがゼロになってからもう一周したら、ゼロになった後コントロールラインを超えたらゴールっていうことです。周回数がないんですね。どんなに速い車でも30分は走らないといけない。そう、だから攻略らしい攻略はあんまりなくてですね、勝てりゃいいって感じです。もう割といけると思うし、うん、だから勝てればいいんで、あんまりね、攻略としては速すぎる車をむしろね、私は選ばない方が、あれ、精神のためにいいんじゃないですか。一人で走ってるのが好きな人はなんぼでも走ればいいんですけど、あれ退屈ですね、一人で走ってると。難しい、これ超ありますね。来ないな来ないです。こんなに滑っても大丈夫。まあ本当に簡単ではありますけど、車が待機する。車が車です。でもすぐまたあれです、うん、追い越しちゃう。そうそう、いやもうこ 大混乱のようですよ。届けますよ、こうカットして、はい、こっち見ながら来てるな来てるな。してるかな、みんな。するんじゃないですか、ピットするまでも、うん、来ない、全然。みんな雨タイヤにしてきてるかも。それだときついですね。ねえ、普通に走ってるか。抜けるとは思うんですけど、面白い。もう赤いしましま出ねえや。ここはもう踏んでないです、うん、出るかというか分かりませんね。そうですね、ああ超むずいです。こんな感じです。もうタイヤ合わない。ウルオ系もこんな感じ。まずいです。ですね、結構かつてないほど降ってますよ。はい、じゃあ来ないし行くよも。はい、じゃあこのまんま普通に勝ちますね。開いてないって
ってますけど外に出た時なんかあったんですよね。出方がまずかったんですよ。これ1分待ってることもできるけど、今ね、どれだけ後続と差があるか分かんないんで入りますね。これでミスってじゃあ後続と差があるか分かんない。ピット入りますね。ピット入ってる間にかといって抜かれることもないと思うんですけど、ソフトでいいですよね。これで確認できましたけど、1分52秒差があったんで、待っててよかった。これ確認するまでね、分かんないですね。VR つけてると分かんないんです。ピット入って出たら、もう一周しないといけない。多分、ピット中に、ピット中にゴール。もう20秒経ったので、はい、あと4秒。これどうですか？これどうなる？分かんない。ピット出た瞬間にゴールとかなんないから。あ、こんなことあるんだ。これいいね。これやっぱあれやらなくていいよみたいな。困ってる。もうゴールですよ。ゴールですよ。これ初めて見た光景。こんなことが面白い。ですね。ああ。じゃあ30分ちょうどで割と終わった感じです、ね。最高効率です。効率良かったですね。ですね。楽勝でした。うん。あ、なるほど。ね、クリーンレースボーナスって書いてあります。8200万です、うん。これは大金ですね。ね、あ、ほら、なんかおかしいよ。ほら。大変なことになる。この人がどっか、なんか、こんなことになったから、やばい今日は、大変なことになってたんですね。みんなこんなことになる。この86を待ってたんです。ああ、大変でしたね。滑るときが、こう、滑った瞬間は、これ雨でより勝ちやすくなったんじゃないですか。かもしれない。こんなことある。今日はかつてないほど降りましたから ね。波タイヤ。ほらまた戻ってこれない。ねえ、みんなハードとかでしたね。レーシングハード。見てみる。あ、ハードだった。なんかどこで見えた？ピットの時、他の人が入った時ハードでした。この86がね、ソフトの人まだソフトのまんまだから。っていう風にね、レーシングカードソフトが多いんですね。うん、何歩待っても来なかったんです。こんなことになってたみたいですね。大変でした。まだ止まってる。止まってるやん。また次のグダグダです。これをやったセッティングなんですけどね、はい、とりあえずここをいじっても PP というものは変わりません、うん、フルチューンしました。このようにボディ系全部、本当に全部やったみたいですね。うん、で、あと PP が変わる要因としては、車にエアロパーツをつけると、これがいじれるようになって PP が変わるんですけど、うん、今回はエアロパーツをつけてないっていうことをご留意ください。はい、つけても700に収まるかもしれませんけどね、うん。走った感じではね、リアのダウンフォースがもうちょっとあったら良かったって感じでした。うん、皆様それをやるといいかもしれません。足回り固めました。だいたいここからここまでカッチカチのセッティングです。この辺が硬さです。結構デフォルトだとふにゃふにゃする感じですかね。でしたね、うん、この 0.1 って書いてあるところまでが足回り。一番上は車高ですね、うん、これは好みあると思うんですけど、ネガティブキャンパーはこれですね。ハの字にするっていうやつ、うん、時々街でも見かけるかもしれませんね。もう見てわかるぐらいハの字にしてる車、あれはあんまりね、こうデメリットの副作用が出てるかもしれません。ちょっとハの字にすることによって曲がってる時に接地感が向上するんです。接地性がつけすぎると走行抵抗の原因になるんです、うん、そういう副作用を出さないために、これはもうちょっとだけです。これは堅実なやり方ですね。で、これも安定性に売ってます。トーインです、うん、雨などの見越してね、この辺でやりました。これも後ろに体重をかけて駆動輪ですね、体重をかけてやることによってトラクションがかかる設定にしております。これは長いコーナーなどでアクセルを抜いたときに
一つ分だけちょっと曲がるっていう設定ですね。アクセルを抜いた時の設定です。ブレーキを踏んだ時に滑らないようにするのがフロントにブレーキを、フロントのブレーキの方が効くっていう設定ですね。これが、うん、走行中にも変えることができます。ブレーキバランス、ギア比はですね、これが大事です。とにかくこのトップギアがどこまで伸びるかっていうのが大事ですね。例えばこれを200にしてしまうと、どれだけパワーがあってもストレートで200までしかスピードが上がらないっていう車になってしまいます。ここで200までしか上がらなかったりしたら絶対に勝てませんからね、うん、直線でバンバン抜かれてしまいます。390まで出る設定にしてありますね。だいぶ余裕持ってる感じですね、これ。そうですね。390まで出てなかったでしょうけど、燃費的に高い回転数になってしまうんです。回転数上げすぎないためにトップギアだけ突出させてあります。長いところいい感じに脱力して自然な状態でスーッとマラソンしてるって感じにしたかったんでこうしました。結構消費が激しくなっちゃうんですよね、こう行き当たると ね、うん、って感じですかね。そうなんです、うん、回転数が上がりすぎると燃料の消費が高くなってしまうのでそれを避けました、はい、しかしこの E36 のこのエンジン結構甲高い音がするのでね、うん、回しすぎちゃったかなって心配になるぐらいでしたけど、これでも余裕を持ってる方です、うん、こういう設定しました。390がおすすめです。フル改造の E36M3 が390にしてサルトサーキットに出るのがおすすめですね。 VR ショールームというところに来て先ほど走った車を見てます。 BMWE36 型のM3 ですね。すごい。この世代のね、ね、次の E40 でしたっけ？あれとね、形似てるんですけど、すごいシャープでかっこいいです。うん、いい目つきです。かっこいいね、うん。VR って何かっていうと、今、ヘルメットかぶってましてね、顔の前にとでっかいモニターがあるんです。で、首を動かすと、なんていうかね、もう連動して動くんです。まるでその場に BMW が目の前にあるかのような感じで今見てます。グランツーリスモでできるんですね。しかし若干事情が込み入ってまして、プレイステーション5とプレイステーション VR2 という機器の組み合わせでないとこれできないんですね。なので皆さんはやってみるよという方はご留意ください。概要欄には楽天でストアページに飛ぶようになってますから、そこで VR どんなもんかなっていう多分紹介されてると思うんで、それを見てみるのもいいかと思います。 M3 のロゴ、うん、そしてこのサイドスカートについてあるこの丸いこの線というか、丸ありますね。なんか取れそうなあれ取れ、いっぱい取れるかな。いや、わかんない。何かをなんでしょうね、うん、場合によっては取り付けるためのものだと思うんですけど、中に何か入ってるのかもしれない。これが特徴的ですね、カスタムでいじった時、うん、これが他のパーツを取り付けると外れます、うん、あとこの樹脂製のボディを横に貫くこの黒いやつ、うん、で旧車というかね、あの辺のもうちょっと古い年代の車になるとこれが付いてますよね、うん、リア。とにかく何かかっこいいんですよ ね。無駄がないと。あ、ウィングの形状面白いですね。あるね。うん。これはまあ、ブレーキランプ。あ、これブレーキランプ、これブレーキランプついてるんですか。そうなんです。うん、時々ありますね。面白いね、形。そうそう、うん。単なるアーチ状じゃないって感じですね。デフォルトいいです。いいです。うん、で、こっちから見ても、すげえかっこいいんです。いいね、超いい。真ん中の背が低くって感じで前傾になってます。ホイールもこの BMW ノーマルのやついいですよね。ロゴが目を引くからいいんですよね。ロゴいいよ。うん。で、三角ボタンって乗り込めます。 VR ショールームではドライバーがいいです。浮いてるようにして見やすいです。ドライバーがいるのはいるのでいいんですよね。
すごい。いろいろ光る。ここのシフトノブが光ります。ねえ。これはいいです。そうそう、そうそう。特徴的なね、このシートが光ってねえ。これがおしゃれです。ですね。いいよね。この年代の車ってね、そうそう。材質がもう、だいたいこんな感じなんです。黒い樹脂製というか、樹脂というかなんでしょうね。プラスチックかね。また外にあった、横を貫いてるラインとは違う感じの、こういう材質が多いですけど。うん、これ横は、革か違うか。これこそプラスチックみたいな感じですけど、うん、黒一色ではないみたいですね。うん、黒っぽいけど、ちょっと違う。茶色みがあります。で、メーターも各種、視認性いいですね、これね。うん、見やすい。って感じです。で、エアコンの吹き出し口が、でかいね。だって、この時代は、これ CD かカセットか、わかんない。オーディオじゃない、そもそも。か、CD カセットがついてるとは限らない。ラジオだけがついてるのかもしれませんね。うん、こんなところに。いやー、いい。いいとしか言ってないけど、だっていいんですよ。色も特徴的ですもんね、これね。うん。なかなかこんな色を探そうと思って今までグランツーリスモになかったわけです、うん。最近になって続々と追加された感じですね。シビック。前の。そう、タイプ R じゃないシビックが追加されました。イージー型か。シルツですね、うん。そうそう。あれもこんな色のやつ売ってましたね。そうそう。うん、探そうとしてもないんですよ。わ、これもいい。とにかくイケメンです。こいつはイケメンって感じでした。この色追加されたらすぐ使えるってわけじゃなくてですね、多分次のアップデートになったら、うん、アナウンスされないけど色がしれっと追加されてるはずです。シビックもだから今頃使えると思いますからね、皆様。ああいった色が、うん、大抵そういうのが通例です。他の車で買ったら使えるようになるってことですね、うん、色を。今こういう色を使おうと思ったら、イージー型シビックから使えますね。っていうのもね、グランツーリスモ2は覚えておきましょう。わぁ。よし、今日も最高でした。ここまでお届けしてまいりましたのは、エクストリームアーティストのラブレーとモラでした。皆様、動画のご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルではね、もう、こうやって車楽しんだり、グランツーリスモ攻略もやってますからね。これも攻略っぽいんですけど、これは誰でもできるんです。うん、情報って感じでしたね。そうですね。グランツーリスモ攻略は難しいのがありまして、オンラインタイムトライアルっていうやつがあります。スポーツモードからアクセスできるんですけども、そこは大抵、プレイステーションプラスっていうのに加入するのが必要なところ、オンラインタイムトライアルっていうのはプレイステーションプラスに加入してなくてもできます。で、やってみるといいです。なんでかっていうとね、腕も身につくし、報酬がでかいからです。2億クレジットもらえます。成績優秀者。今日は30分走って8000万クレジットでしたね。うん、1、2分1周走って2億クレジット。どれだけすごいかよくわかると思います。それね、撮れるお手伝いしておりますので、ぜひ見ながらやってみてください。解説動画を出してますからね、はい、それ結構力入れてますので、というか超力入れてますので、はい、ぜひとも見てみてください。ということで、また会いましょう。 See you next time。 どうもありがとうございました。ありがとうございました。